こんにちは、藤原です。今回は蔵前のカフェ7選です。蔵前って本当にいいカフェが多いんですよね。コーヒーが美味しいところや内装がおしゃれなところ、デザートが美味しいところなどなど、様々な特徴のあるお店が多いのが蔵前です。蔵前は知ってる方は割と行くと思うんですけど、知らない方はね、極端に行かないエリアだと思っております。いつも表参道とかばっか行っちゃうなって方とかは、たまにはねこういう場所もいいんじゃないかなと思って紹介させていただいております。一度はね行ってみてほしいエリアでございます。はい、1店舗目がですね、菓子屋しののめっていうねお店になってて、こちらは1階がテイクアウトのお菓子屋さんになっていて、2階が喫茶店になっております。で、1階は焼き菓子がねめちゃめちゃ有名なお店なので、1回はねこう見たことあるって方ももしかしたらいるかもしれないです。割とねこうインスタとかで写真とか見たことある方多いかもですね。ただこうエリア的に蔵前なので行ったことないって方も多いんじゃないかなと思っているので、今回紹介させていただいてます。まあ混んでる時はここは外までね並んでいて入れないこともあります。で、2階も混んでるので、2階と1階どちらもねこう別々で並ぶっていうのが結構あったりとかして、今回僕が行った時は、ね、昼の12時に行ったので、12時オープンなんですけど、オープン時間に行ったのでこういう風に、空いてる感じで入ることはできました。まあ、ただ基本的に混んでると思ってほしくて、土日とかに行く時は、割と混んでると思います。僕は基本的にいつも土日は他の仕事をしているので、行くことないので、だいたいね動画で映ってる時は全部平日の、早い時間とかが割と多いです。ここでお菓子買って、で2階に上がって、ここがね喫茶半月っていう、喫茶店になってます。で、下の右奥っていうんですかね、右奥を登ると、まあ、階段登ると、こんな感じで目の前にカウンターがバーってあって、で席を取る前にまずはねカウンターで注文を済ませてから、でね、店員さんが持ってきてくれるって感じになってますね。20席ほどねこう長くねこうあるカウンターがめちゃめちゃかっこいいのと、こういうね観葉植物みたいなのとかね可愛いですよね。日が当たる感じがねやっぱりこう幻想的な、すごいね開放感というか、今っぽさもありながら昔っぽさもあるみたいなね、可愛いですよね。で、この、シュークリームが、まあ、季節のシュークリームみたいな感じでして、これはイチゴでしたかね。で、これは洋梨のチーズケーキで、これも美味しかったですね。で、カフェラテかな。で、いろんなメニューがあるんですけども、こういうね器がね本当に可愛くて、やっぱなんかインスタとかに写真載っけたい子とかはねすごい喜んでくれるんじゃないかなって思います。で、この2つのね店舗ね、どちらもね、本当美味しいものしか置いてないみたいな印象でして、何頼んでも美味しいと思うんですけども、1階ではねスコーンが結構有名なイメージですね。はい、次コヒノワっていうねお店なんですけども、ここはねこうコーヒーが本当に美味しくて有名ですかね。今回紹介させていただく店舗の中で一番こう温かみというか、こうおばあちゃんとか、地元の方なのかなって感じの方がね来てたりとかして、一番フレンドリーな印象を感じましたね。で、コーヒーもここが一番美味しいんじゃないかなって思いましたね。で、なんでかっていうと、まあ、お豆をねこうたくさんの中からこう、選ぶことができるので、まあ、自分の好みを選べたっていうのもあるんですけど、すごい美味しいです。でね、ここの特徴はもう焙煎機がね、ドンってね小ぶりなんですけども、迫力これありません？これがねめちゃめちゃ可愛いのとかっこよくて、あんな小ぶりなのにすごい迫力があるっていうのがね結構印象的でした。で、食器もねここも可愛いですよね。店内はこじんまりしているんですけども、テーブル席が割と広めなイメージで、ゆったりと過ごせる感じが、時間を忘れる感じでね、すごいとてもいいなって思いました。はい。次ですね。ここは、ソルズコーヒースタンド。ここは、蔵前付近に3店舗あって、で、福井県にね、1店舗あるお店なんですよね。で、ここではカフェラテ飲んだんですけど、すごい飲みやすくて美味しいですね。で、店員さんもすごい感じよくていいですね。で、ここ以外の系列店であれば、まあ、テーブルだったりとかでゆっくりできるんですけども、ここはねスタンドなので、まあ、スタンドでゆっくりっていうか、まあ、スタンドはスタンドでね楽しみ方が違いますよね。で、ちなみにここはタバコ吸うことができるみたいなので、まあ、ここで、まあ、いいんじゃないかなって思います。まあタバコ吸う人はねいいですよね。で、僕タバコをの特集とか絶対しないんですけど、僕自身がタバコ吸わないのでそういうのやんないんですけど、こういう感じでねタバコもし
吸えるとこがあったらこういう感じでね随時ね紹介しようと思います。はい、次ですね、ここペリカンっていうお店なんですけども、ここでトーストが有名でして、トーストといえばここなんじゃないかなって感じです。でこのカフェ以外にも食パンをねテイクアウトで買える店舗もありまして、ここはテイクアウトではなくカフェって感じですかね。ここでもテイクアウトできるかもしれないですけど、で、パン屋さんの方は、まあ、古き良きって雰囲気が漂っているんですけど、ここはなんかおしゃかわいいみたいなイメージですね。まあ、特別すごいおしゃれなわけではないんですけど、まあ、本当にトーストがとにかく美味しい。で9時オープンのなので、まあ、モーニングとかね朝カフェとして利用するのもおすすめです。で一番人気は炭焼きトーストかな、これ、炭焼きでやってバター乗っててでジャムがついてる感じですね。であのセットの飲み物は、まあ、紅茶だったりとかコーヒー選べる感じになってて、で僕は本日のトーストでキーマカレートースト食べたんですけども、本当に美味しいです。本当にね、このトーストって美味しかったっけって思う。で、このトーストならではの、まあ、食感だったりとか甘みとかね、を感じたい人は、まあ、このキーマカレーとかじゃなくてね、カレーみたいなね、その炭焼きの方がいいんじゃないかなって思います。まあ、あの、好みで選んでください。はい、次、リーブスコーヒーですね。リーブスコーヒーアパートメント。で、ここは、まあ、テイクアウト。まあ、スタンド的なお店でして、打ちっぱなしのない外装がかっこいいんですよね。で隅田川の近くにある場所なので、飲み物を持ってフラフラするのもありだなって思ってます。で、蔵前にはね、いくつかの橋があるんですけども、その中の一つの馬屋橋っていう橋のね、すぐそばにあります。で、清澄とか蔵前とかね、この辺のエリアは、日本のブルックリンって言われていて、本当そうだなっていう雰囲気なんですよね、この辺。今回は清澄紹介してないんですけども、前回、前にですね、もう清澄白川の動画は出しているので、ぜひね、そちらも見ていただきたいなと思ってます。で、ここの店舗は、こんな感じで、横にね、ハンバーガー屋さんが入ってて、で、ここがスタンド。で、2階がイートインスペースで、3階は美容院って感じになってます。ここね、なんか以前はたい焼き屋さんだったらしいですね。全然想像できないですけど。で、今回は僕らはね、エスプレッソトニック頼んだんですけども、めちゃめちゃ美味しいですね。で、今回僕らは7店舗行ったんですけど、7店舗ね、これ1日で行ったので、さすがにね、全部コーヒー、ブレンドとか飲んでると、本当に、ぶっ倒れるんで、こういうのね、挟みながら行きました。で、ここのコーヒー豆はね、フグレンのコーヒーとかも使ってるらしくて、なんかこう、僕ちょっと行った後に調べたらそれ分かったんで、あんま見てなかったんですけども、まあ、コーヒー好きの方ならね、一度はね、行ったことあるだろう、フグレンね。最高の豆ですね。で、皮とかはこんな感じになってて、近くのね、こういうところで、ブラブラしながら、こう話しながらとかね、ここで飲むのも、おすすめでございます。はい。次ね、ヌイホステル&バーラウンジ。ここめちゃめちゃ有名ですよね。ここはまあ少し特殊で、まあ、コーヒー目当てに来る方もいらっしゃるし、バーにね、お酒飲みに来る方もいらっしゃるんじゃないかなって感じですね。でここはね、世界中からね、旅行者を迎えるホステルでもあるので、まあホテルですね。なので、こう上の階にホテルあります。でただね、今はね、世界中からね、こう人が来ることがなくて、今は日本人の方しかやっぱいないんですけど、前はね、こう半々ぐらいっていうか、もうほぼ外国の方なんじゃないかなっていう感じの印象でした。少しね、こう落ち着いてから海外の方もね、来てほしいですよね。で、そういう海外の方とかってやっぱフレンドリーなんで、海外の方と、まあ、日本の方がここでコミュニケーションを取ってたりとかするイメージですね。で、ここは外にレンタルサイクルとか、まあ、自転車があって、で、お客さんのチャリとかもね、こんな感じであって、それがまたね、かっこいいんですよね。で、ここのデザインはほんとかっこよくて、倉庫をね、江戸時代から続く元倉庫をリノベーションしたとこなんですよ。で、だから天井高くて開放感があるんですよね。で、ここは2012年の9月かなにオープンして、ほぼそこから外国人の方が多く来てて、本当何回も言うんですけど、本当海外の方多かったんですよ。まあ、ただ、その宿泊の人以外も誰でも利用できるようになっていて、人種国籍超えてね、さまざまな人が集まってるカフェみたいなイメージ。家具もところどころ手作りしてるらしくて、あえてね、こうランダムにしてたりとかするらしくて、まあ、インダストリアルみたいなイメージですね。で、この型にはまらない感じの雰囲気というか、あまり見たことないようなこう自然とアンティークとのバランスみたいなのがめちゃめちゃかっこよくて、
本当ね、トイレがね、またね、ここトイレなんですけど、なんかトイレね、パイレーツ・オブ・カリビアンみたいになってるんですよね、この。ね、多分行ってみたらわかると思うんですけども、めちゃめちゃトイレもかっこいいので、ね、トイレまでこだわってるお店は本当にいい店。はい。で、ここの上の階のホテルは、シンプルな感じで、割とこう、ぬくもりある感じとか、まあ、白貴重な感じのイメージで、ちょっとここの感じとはちょっと違うんですけども、機会があればね、こうホテル泊まってこの辺のカフェ巡りとかもいいんじゃないかなって思ってます。で、今回紹介させていただくこのカフェなんですけども、で全部ね徒歩で行ける距離なので、どっかのホテル泊まって荷物置いて、カップルとかで、まあ、ブラブラするとかもすごい楽しいんじゃないかなって思います。はい、最後のお店フロムアファーですね。ここもめちゃめちゃ有名ですね。で、今回1店舗目で紹介した喫茶半月のね、系列店になってます。確かに、ね、雰囲気似てるんですけども、こっちの方がねこう少し大人な感じがしますね。ここちょっと気をつけてほしいんですけども、撮影するときにね、この花屋さんのとこ撮っていいのと、テーブル席でのねこう撮影はいいみたいなんですけど、他のとこはあんまり撮んないでみたいな感じなので、それは皆さん気をつけてください。で、洗練されたねデザイン空間って感じでして、まあ、店内はねインテリアショップみたいじゃないぐらいな洒落た雰囲気ですね。なんかこうアンティークな家具とかも置いてあったりとかして、それまた、見てるだけでも楽しいですし、すごいおしゃれなので、写真撮る人とかはねすごい、デザート自体も可愛いし食器も可愛いので、すんごいこれは僕男ですけど、男でも可愛いなとかかっこいいなって思うデザインのお店なので、あの女の子はすごい嬉しいんじゃないかなって思います。で、店内にね、さっきもちょっと言いましたけども、お花屋さんも入っていて、お花見ながらね、コーヒーとかって最高なんですよね。なんでお花ってこんな癒し効果あるんですかね。で、このお花もね、購入することができたりしますので、ね、もしね、気になる方いたら買ってみてもいいかもしれないです。今回、初めて蔵前紹介させていただいたんですけども、皆さんのね、コメント欄から選出して、リクエストをお答えするのもあるので、ぜひね、リクエスト、どしどし送ってください。ぜひね、蔵前行ってみてください。